さて、ボーダーランズ3実況始まりました。このシリーズの特徴ですが、もうとても武器の数が多いという点が挙げられますね。今作は1億ほどあると聞きましたが、もうね、道中すごい量の装備品どんどん発見するんですけど、まあ、せっかくなので、これらをなるべく使っていくスタイル。それで遊んでいきましょう。まあ、ボーダーランズ2の時の実況でもね、同じ内容で行っていましたが、このスタイルがね、めちゃめちゃ面白いんですよ。では早速進んでいきますか？まずはどうするんだ？スチームコントローラーで遊んでいきますが、モンゴリアン操作は特に問題なく行いますね。ダッシュしてしゃがむとスライディングの操作ができる。おお、なるほど。これでスキンが変えられる。3種類ある？現在は。おお、かっこいいね、このキャラね。どれがいいかな？レトロフューチャー。これにしてみるか？頭部は現在一つ。道中手に入るのかな？おそらくね。エコーテーマ。3種類。赤色が派手でいいな。これはスキルの振り直し。なるほど。なんだこの古臭い画面は。それ飛ばした。今作もチートエンジンとか使うことで TPS 視点で遊べるんですかね。あと今作はこのお金とか弾薬は自動的に拾うようになってくれたようですね。あと何気にアイテムを取る際に X ボタンをね、いちいち押してると、この視点操作から外してボタンを押さなくちゃならないので、これをうまく改善したいですね。なんとかできるかな。どいつだ敵は。相手になってやろう。ずいぶん広い場所だな、ここは。初めての武器。白武器ですね。射撃モードが2つ用意されている。これは、自動的に発射されますね。オート系。しかし、射撃モードを変えることで、どうなるんだ？なんだこれ。グレネード弾に変わりますね。いや、これえらい変わるね。射撃モード。すごいな。全く違いますね、性能がね。これはすごいよ。この作どうなっちゃうの？なんだなんだなんだ。何か起きてる。おお、引き寄せられていく。おお、戦闘開始か、これは。支部。あそこにクラックトラッパーが連れて行かれた。あ、始まってる。戦闘。適当に始めてみようか、これは。どこに行けばいいんだ？まず前進するか。よし、かっこいい。まず貴様を撃っていくぞ。オートピストル。これはリローディングか。さあ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 と。あ、あ、いいね。なかなか撃つ感覚がいいですね。カッ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 って入る感じ。あらて。まあ、初めなんだよね。そんなに難しくないでしょ。こうやって、すごいライフ減ってるけど。大丈夫か？いや、難しいぞ。あれ来た。よし。グレネードランチャー変えてみよう。グレネードランチャー当たらんだな、なんか。壁があると、さすが当てにくいが。普通に打っていくか。お、ヘッドショー決まってる？アイテムを回収して、ライフを回復しよう。助けを求められていますが。私はアイテムを回収するんだ。困ったやつだけど、それでも仲間だからね。回収楽だ。私もすぐに行く。よし、R バンパーを調べるキーに割り当てました。これで視点操作しながらアイテムの取得が可能ですね。とても楽になりますね、操作が。どんどん来るか、R では。いますね。よし、グレネードぶち当てる。当たってるか？意外と難しい。あれ、なんかグレネード、まっすぐ飛びませんね。すごい曲がる。あ、グレネード曲がっちゃった。弾薬もちゃんとあるんですね。あ、私もマジをくれ。どっか背景で壊せる場所ないか。あ、その辺どうだ。しょうがないな。まだ遠くてね。この武器で遠距離は厳しい気がするが、意外と当たりますね。近づこう。スライディング。そう、このキーだ。大学が勝手に補充してくれる。あ、その一体か。うら、グレネードランチャー。これ当たる気がしない。連射が基本かな、これ当てるには。
それそう。どうだ、近づくか。言ってみ、こちらからやすっていく。いいねいいね。あらてつか。あとボーダーランズといったら超実績機能、あらゆることに実績が結びつけられていて、でそれを達成することで能力アップが見込めますが、今作はどうでしょうね。先ほどライフが回復するという実績がちょっとずつ達成されてますけどね。あれか、ジャンプ中に押しっぱなしで登れるようになったときましたが、これかな。なんか武器あるじゃないですか、シールド。シールドもね、どんどん変えていきましょうね。何でもいいから装備しまくる。シールドは防具品ですね。これによって敵の攻撃を受けても耐えられるようになる。ああ、上に登りやすくなったのとてもいいな。これの排気が壊すとアイテムが手に入る。行ってみようか。何がいるんだ？懺悔の間。お、いいじゃん。見た目が本当に良くなってるね。すごく。あ、こいつ、すごいな。腕が。体方はとても細い。ボス戦か。よし、まずは、グレネダンチャー、連射しよう。あばぞ。連射する。あと、もう弾切れだ。おら。まだ始めだから、難しくないだろ。連射するぞ。あばぞ。クリティカル入った。やつのレベルは2。ちなみに、このゲームはね、自分のレベルに合わせて多分、武器の強さが決まってくるので、最終的な武器、それを見つけるためにはね、レベルをマックスまで上げる必要が多分出てくるんですよ。倒せるかな、そろそろ。で、それを行うためには多分何周もクリアしないとダメとかになっちゃうんで、まあ相当やり込まないと難しいでしょうね、最終的な武器集めは。レベルが上がって、これ新たな武器かな。これは2つ目の武器、ライフル系かな。まあ、本当に最終的な武器集めするには多分無理だと思うんで、少なくとも実況で行うにはね、であるならばもうあらゆる武器をね、もうね、何でもいいから使っていこうという、そういう遊び方ですね。これはショットガンか、どうだろうね。あとはあの DLC が出るとレベルキャップが引き上げられたりするんですよね。なのでせっかく集めた強い武器もまたレベルに合わせて集めなくてはならないみたいな、そんなことありましたけど、まあ、今作がどうなってるかまだちょっとわかりませんね、そこら辺はね。これで、助けられる？ボーダーランズは落下ダメージありませんでしたね。いくらで大丈夫なはずだが。お前は死なせない。生き返ろ。生き、押しっぱなしか。なるほどね。スキルをアンロックできるって書いてありますね。ここら辺の UI も、お馴染みですね。今までと一緒。はじめはやはり武器は2つまで。で、今作も4つまでしか戦闘中は切り替えることはできなさそうですね。まあ、この画面からいくらでも変えることはできそうですけど。スキル画面、こちらかな？まずはドッグミートを呼び出すんだ。スキルは大まかに3種類。まあ、ただいつでもここら辺は変えられるので、いろいろ試してみるのがいいかもしれませんね。まずはこれかな？ガードスキャック。忠実な相棒、スキャックがつく。相棒がいる間は、主人公のダメージが上がると。FL4K、なんて読んだこれ。フラッグ。で、A 長押しで、攻撃指示を出せる。殺しときた。本差がすごいな。スキルも、いろいろ凝ってそうですね。お、出てきた。ドグミート。ミスターチュー。名前変えられないのこれ。RB で、触れる？ペットに。ああ、触ってる途中で。ムービーが始まってしまった。ああ。何か落ちてきた。誰だ？お前、ケツ丸出しじゃないか、お前。やリリスか。まだスキルが割り振れるっぽい。アンロックするって書いてあるけど。もう一つ何かできる？できるっぽいね。アクションスキル。あ、ペットの他にスキルを一つ装備できるみたいな、そういう感じかな？これはクローキング。透明になれるのか？ステルスボイか？これは攻撃用ですかね。ペットをワープさせる？そしてなんかダメージを与える。じゃあこれにしてみるか。無難に。あ、なんだ、スキル使ってしまった。
これがペットをワープさせる技か。空中にワープしたな、なんか。それでなんかペットは何か吐き出した。弾薬を吐き出した？もしかして。次はどうすればいいんだ？グレネードモッドを装備して、リリスに話しかける。グレネードはこれかな？グレネードもね、もういろんな種類がありますからね。武器と同じく。これもどんどん使っていくと面白い。あそこは、グレネード投げる。普通にセアしてんわ、これ。とりあえず投げてやるが。まあ、フレンドリファイアなさそうですね。リリスが爆破して、どんどん倒してくれている。これ、わからない。ショットガンなのか、これ。スナイパーなのか、ショットガンなのかわからないけど。ショットガンっぽいから、誓ってやるか。どこだ、敵は。あ、リリスか、これ。うら、ショットガン。ペットはどうだ？戦ってくれてんのか？上から撃たれてるようだが、おお、バカした。よし、ライフを回復するぞ。早速新たな武器を発見しましたね。これはピストルかな。じゃあピストル取り替えよう。これで取り替えて一瞬で装備できますね。これは特に撃ち方切り替えできないかな。これはファーストトラベルポイントですか。あそこにトイレがあるな。装備品があるんじゃないか。おお、なんだなんだなんだ、何もできてないか。特に何もなしか。いろいろ店もあるようですが、車が呼べる、もしかして鍵マーク、まだ使えないみたいなマークかな。これは無理っぽいね。エクスクラメーションマークはおそらくサブクエスト、大抵メインクエストと一緒に進めることができますが、受けられるだけ受けておきますか。パワフルコネクション、新たなグレネード、内容わからないが、どんどん装備していこう。さて、ここが、新たなパントラか？なんだ、会話が始まったな。前方の方で、獣の声がするけど。こっちから敵か。よし、早速、助けぞ。これは、セミオート？手動で、リボルバータイプですね。ウエスタンリボルバーのような武器。あれですよ。能力使ってみよう。ペット、なんかこれ、この能力使うとペットがでかくなりますね。おお、なんか、謎の攻撃をする。やつ撃ってくぞ。どう、クリアか？まだいるか？これ新たな武器ですね。取り替えましょう。この武器は何だ？あ、なんだ？スナイピングか、これ。ああ、違う。スナイパーの武器。やつ撃つ。次だ。貴様撃つ。頭を狙わないと。一発じゃないかな。なんか出てこしいね、こいつは。こいつはいい気分だ。スキルゲージは右下の金色の表示かな。あと A ボタンで指示が出せるという話でしたね。ここは渡ることはできませんね。乗り物は必要なんじゃない、やっぱり。あそこなんかあるな、しかし。スキルポイントを使用する。ポイントが溜まって、新たな技が割り振れそうですね。どれを取るかな？ペットが与えるダメージが増加。これは射撃ダメージ。あとアクションスキルの持続時間が増加。リローディング系があれば、それを取りましょう。これっぽいね。リロード速度が上昇。弾薬も途中ね、なくなる可能性が出てくるんでね。取れるんであれば取っていきたいですね。弾薬増加系は。ここに、お宝か、これは。なんかビリビリしびれてるな。ああ、なんか死ぬかもしれない、これ。下手すると。金庫開けた？これスイッチじゃないのか？撃てば。ああ、やはりそうか。撃てばビリビリが下がる。もろもろ回収。こういう仕組みのある場所は結構ありますね、ボーダーランスは。どこかの電源を入れると、取れるようになるみたいな。早速行っていけるぞ。キスも撃つ。これ、これショットガンかな。ちょっとわかんないな。何の武器かわからんけど、撃っていく。まだ生きてる。あと、グレネード投げちまった。まだ操作が慣れてない。なんかこのグレネードすごい弾んでるんだけど。これ、あれ、何？スコーチやねん、これ。違うの。破壊できる。
どうだ敵は。あそこら辺か。お近い。やつ撃つ。しゃがんで倒していく。小さいの倒したか。上もいないか。よし、お宝回収すんだ。ほら、リボルバで。これは近接打撃が強そうですね。ナイフがついてるから。あれ来た、弾越えてやつ撃つ。まだ来てるか。グレネ投げる。あれ出てて、あーすげー飛ぶこいつ。しかし飛んでかしていく。ヘッドショットもありますかね。再びスナイピング。お宝取りながら、そうヘッドも多分ライフの概念があると思いますが、どれでしょうね。左下のゲージかな。ワンコの足跡マーク、あれがペットのライフかな。能力使ってあそこにペットを召喚する。これはスコーチか。ペットが勝手に倒してくれるぞ。どうだあの手は。ほらグレネード、シールドが回復するまでちょっと待ってもいいかな。あそこにいるっぽいか。あれ敵か。あれなんだ、あれ当たってますね。しかし遠すぎるのか。あれリボルバーで撃ってくぞい。貴様撃つ。あの敵か。いやそうっす。弾薬回収。あれだどこだ。あれかん、どこだ。違うな。いやそって横にかわしていく。新たな武器、これなんだ。何の武器かわからないが、スコープ付き。あ、それなんかいるぞ。撃ってつけないか、ちょうど。敵にカーソルが合うとね、照準がなんか表示されますね。レティクルが変わる。お、射撃モードも変えられる。これなんだ。お、お、なんだなんだ。わからん。謎の射撃モードに変わった。普通のとどう違うんだ。ちょっと違いわからんな。ではここから乗り込んでみるか。どこだ、あれか。おお、これはフロート。射撃モードを変えてみると連射早いのかな。これそんな感じですね。いいねいいね。あらてリーン動作はなさそうですね。腰を塗っていく。あれが来たぞ。よし毒見たよ、やってしまえ。やっといていい。ここにお宝、新たなグレネード、この装備。ムービーが始まったな。ああ、ケツがかゆい。なんだ、全身がハエだらけ。ああ、捕まってんのか、これは。助けて。どうするんだ。お、あれを打って助けた。ボーン。名前はボーンか。大丈夫かお前。ありがとう。そのパンツ、君が来なかったら死んでた方がいい。こいつはバンディとのボスだったようですね。しかし部下に裏切られた。近くにあるカルトの強化が、どこかに連れて行ってくれるようですね。戦い方だった。傷ついた病気の獣だ。スライディングが随分早い気がするな。これな、使いまくった方がいい気がする。怪しい穴がありますが、大丈夫かこいつは。罠じゃないだろうな。問題ないか。戻ってきましたね。守りよし、通気性よし。あとは次はエリーのところに行く。キャッチャーライド、乗り物が入手できますね。エリーというとね、とてもあの魅力的な女性ですが、新たなミッションが一つ受けられるのと、目標はこちらかな。意外と近いね、エリーの店。うちのエリスに何をするって言ったの。また同じ声の人ですね。ゴッドクイーンであるタイリン様はあの大異端者の使いこそでスープを飲むんだ。ごめん指が滑っちゃった。あいらっしゃい。お、エリー気づかなかったわ。より成功になったなお前。あー、ゲーム中に横キーを押すことでクエストの目標を変えることができるんですね。これは簡単でいいね。褒めすぎよ。主人公はエリーが気に入ったようだな。車は盗まれてしまったから、ちょっと取り返せと言われましたね。向かってみましょう。こちらはエリーのスクラップヤード、テゲリオだが、あいつ行くか。おら、
やつは倒していくぞ。敵に向かって A ボタン。さあ外したか。俺走や。ケース撃った。無駄にしないで。これはショットガンか。有限の者たちよ、終わりの時だ。なんだ主人公、中二病かお前。ビークルをハイジャックするのもありよ。やり方は簡単。ここはただ雑魚がいただけのようですね。レベル4になったからスキルポイント割り振れそうですね。ではさらにリロード速度アップ。クリティカルでキルするとさらにリロード速度上がるようですね。クリティカルも上げるといいのかな。目前敵裏腰止めで狙っていく。こちらにいるか。いますね。ショットガンを当てていく。どうだ、あれか。弾込める。よくかわすな奴は。クリアか。新たな武器、これは何でしょうね。こちら装備、これはサブマシンガン系かな。もしくはアサルトライフルか。銃口が短いですね。ビーグルに乗るか。ビーグルをハイジャックする。新たか。さあこいつ撃っていこう。おら、ちょヘッドショット当てていきたい。これは、あ、射撃モード変えられますね。射撃モード変えると、あれだ、スナイピングモードか。おお、しかし、硬いな敵。練習モードにしよう。うら、ヘッド飛ばす。一体吹き飛ばした。食べるんだぞ。体力ちょっとまずいな。なんかいるか。やつを狙う。ああ、しかし、ダメージが。結構豆鉄砲だが、カードを当てて倒す感じか。どこだ、やってくれたか。あれハイジャックしろというか、狙うの難しそうだな。ここにあるっぽいが、これか。運転席に乗る。そしてハイジャックした車をスキャンすると新しいパーツをアンロックできる、そういう要素が増えたんですね。お、十字キーで操作系かな。んで、エイミングは、これでできますね。まずはこいつら破壊しよう。なんだ、完全に動きが止まってる。うれ、奴ら破壊する。スキャンっていうのはどうすればいいんでしょうね。キャッチャーライドはね、戻る。どうだ、これか。これ登録すると、いろいろ装備品がついてますね。今は変えられないのかな。どうなんでしょうね。まだあまりないっぽいね。これで乗り物を呼び出す。そして目標に向かうと、これを走って飛び越えていく。なるほど、これで新たなエリアか。一気に進んでしまうか。ここから目標はどこだ。あ、まだ結構遠いねこれね。随分遠いところで走るんだね、いきなり。道中の敵は倒さなくていいのかな。レベルが全然上がってない気がするけど、そこは不安ですね。ボーダーランズ結構今までの作品は難しいところはね、絶対にクリアできない。こちらもレベルを上げないと、もしかしたらこのサブクエストを受けてないと厳しいのかもしれない。ここからは降りていく必要がありそうですね。よし、行ってみようか。ボス戦となりそうだな、いきなり。タイリン。これは、復活ポイント。あれ撃って、ビリビリ発射。敵がしびれている。バカした。延期のやつを狙っていくぞ。俺倒した。やつも倒していく。随分遠くまで届く。ピストルですね、これね、本当にね。俺ヘッドショット。あ、そこに何かいるな。ちょっと遠いが、ダメージは取っている。ドクミとか言ったようだが、いいぞ頑張れ。下に落ちてる。あ、近い。あばばばい。ずいぶん可愛い子だな、この。えいとか言って、ケツを向けている。体力がちょっと足りないが、下に1体、シールが解けた。
まずはちょっと隠れてと。楽しかった。あとはあいつか。弾まだ多少あるぞ。やったか。ナイスだ。遠い。よし、やった。しかし弾切れ。よし、撃っていく。プリプリプリっと。うわあ、ダメージ本当取らないよこれ。よし、死ぬ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 。体力ゼロ。燃えてるかこれ、私。やべかもしれない。逃げ下がろう。逃げるぞ。いった、寄ってきたか。やつ撃ちまくる。おお。完全に砕け散った。あいつ撃ってた。うわあ、たたたた。ダメージは取らないが。狙いが来る。能力召喚。その一体、ケース撃つ。しゃがんで。いいぞ、やってしまえ。どうだ。あるか。いや、撃っていく。二体目が現れたか。こっちか。うるってけ。おっとっとっと、危ない。私も負けとジャンプをしたが。近接。射撃モード変えてみよう。攻めようと。しかし遠距離まで届く。ダメージは取らない。これは障害物は破壊とかしたいときにいいかもしれませんね。うら、後打つぞ。クリティカルが出ると、リロード速度アップするという話ですが。あら、セントリータレット。まだあるか。タレット破壊。これはクリアのようですね。新手か。ダブルバレルモード。ケース打つ。レベル5。おっと、腰ダメで立ち行くぞ。ちっちゃいの来たな。あいつはもろいな。ボディを狙って。なんだあれ、なんだあれ、ちょっとなんかまずい。危ない危ない。なんだあれ、なんだあれ、タレットか。上一体乱射してきてるが、ペットやれた。そんなことないか。あ、やれてる。ペット助けたいが、どうすりゃいいんだ。地下鉄蘇生かな。戻ってこい、戻ってこい、戦ってくれ。よし、助けたい。結構ペットの特殊ゲージはね、どんどん溜まるんで、スキルは使いまくってもいいかもしれませんね。あれか、一緒に撃っていく。新たなグレネード使ってないけど、使っていこう。トイレを発見。新たな武器か。これはなんだ、なんだかわからんが、拾ったけどまだ装備ができないんだ。なるほどね、レベルが足りませんね。あとはスキルポイントでは、さらにリロード速度上昇。あれ敵か。レベル7って書いてありますね。私のレベルは今5なので、確かにちょっと難しいですね。同じぐらいのレベルじゃないと多分厳しい、このゲーム。単発式か、これ。単発か、もしくは弾を全部込めればそれだけ撃てる。シングルリボルバータイプですね。背中打っていく。まずいきたい。ゆっくり弾を込めてから発射する。こういうリボルバーにもいろんな能力がつけばね、多分面白い武器になるんでしょうね。そういった武器が山ほど出ますからね、このゲームは。今なんかドラム缶が吹き飛んだな。あれか、シングルリボルバーを当たらん。能力発動。バカした。前方に1体、2体。武器を変えてみるか。これなんだ、ショットガン。あー、やばいやばい、強い強い、こいつやばいやばい、強い強い強いけど、ペットに任せ。さすがだ。これは射撃モード変更ができないが、近づいて撃っていく。まずは死ぬ。やつにいるが強い。やつ撃って、危ない危ない。一発でシールが剥がれた。どこだ、それにいるっぽいか。まだいるのか。クリアか。前方の方にいるらしいが、姿は見えない。行きたいのか。お、レベル5。新たな武器。
ようやく出ましたね。スコープ付き？射撃モード変更できない。これ罠か。この罠を解く方法みたいなのあるのかな？また、いろいろ出てますね。装備できる？これ。新たに装備？他は装備できない。これもスコープ付き。射撃モード変更はなし。全部敵かな？思うまま狩り尽くせ！うら、あ、これは、スナイピングタイプか？一発ごとに撃てる。ヘッドショットは狙えるか？いいぞいいぞ。敵は吹き飛ぶ。これ強力だな。リローリングで、グレネード発射するタイプです。一気に指導発生だ。この敵が。こちらのショット。めっちゃ。あれ敵か？能力発動。ドックミートに任せていく。下にいるかこれ。ドックミートが上にいる敵と戦ってるっぽいが姿見えない。タルトは厳しい。ああ。やつ撃っていく。いいぞいいぞ。位置がとてもでかい。あった倒した。あそこに。これはおお。これも連射式のリボルバーかな。そして新たな武器装備できない。これも無理か。敵かな。グレネード使う。謎のグレネード発射してみたがどうでしょうね。いいぞ弾込めて奴を狙っていく。上に行ったら生きてるが弾をゆっくり込めている。近づく弾まずいな。離れよ。ぐはーしぶれてる。スナイピングいいねいいね。あだだだ食らった。あれ味方だ。シュート右。あれを撃つことでなんか爆発するのかな。さらにグレネード投げてみたが、おーっとふわっと浮くね。これ当たるね。面白いね。歩きはしてた。やつをヘッドショット。またシュート右。楽しんだ。うん、バカする。リローディングがかっこいいな。この武器は新たな装備。これは装備できますね。こちらに変更する。あとはこれはなんだ。3点バースト。色的にはねこの青い武器、これちょっと強いんですけどね。緑よりも先ほどは敵をねズドーンと吹き飛ばしたりとか特殊な能力がついていましたが、どんどん切り替えていきましょうね。いろんな装備を楽しむんだ。あれで、わーっと、食らったな。どうだ。あ、これは、アサルトライフル系ですね。連射が効く。楽ちんだ。射撃モードを変えると、これは、遠距離攻撃になりますね。いいね、序盤からも、いろんな性能の武器がある。特に射撃モード変更がね、面白すぎる。これは、青色のグレネード、使ってみよう。あ、ボス戦っぽいね、これね。まあ、行きましょうか。いざ尋常に。この場所ちょっと狭そうだな、しかし、戦うには。なんだ、音楽系のボスか？モーストピース？ソニックドゥー。能力発動！いけど、組と！あ、3点バースト、勝ってますね。しかし、勝てというか、この武器大丈夫か？もう一個の武器を使ってみよう。これもアサルトライフル。罠を発動するのかな？雑魚を倒せば多分、誰か落ちるんでしょうね。私は雑魚を倒しながら、ゲージを貯めて、ドックミートをね、どんどん召喚してみましょう。どうだ、ボスは。あれか。いいぞ。なんだかんだで減ってますね。射撃モード変換すると、どうなるんだこれは。ああ、超速い。連射は超速くなる、これ。3点バースト。あ、どこにやれた？参ったな。油断したか。とりあえずここら辺を開けて。助けられるか、これ。ああ、消えてしまった。消えてしまったけど、能力発動で、どうだ？呼び出せる？あ、呼び出せますね。
武器落ちてるが、これは縦の部分を狙っても当たらなそうですね。グレネードを投げてみた。青グレネード、能力はわからないが、やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ、グレネード投射、来るぞ逃げろ。グレネードもない。敵はどこだ、あそこにいっぱいか。やつを倒して、ザコ倒せ。一体接近中か。なんだなんだなんだ、いっぱい来た。うい、ぶった切ってと。まずまずい、大打撃もらった。死ぬぞこれ、死ぬぞ、死んでますぞ、逃げろ。シールド回復、これを開けるんだ、いろいろ回復できるんじゃないか。敵の攻撃は真ん中には飛んできませんね。グレネードを、うわー、すげえもらった。あー逃げろー、いやー死んだー。これでこの間にザゴを倒せば復活できるセカンドウィンドウ、これは前作からあるシステムですね。初代からあるのかな。ザゴがいっぱいいてくれて助かりますが、そこら辺はやっていく。武器変更するか、いいぞ。ザゴ現れた、これでいい。ヘッドショット決まっている、能力発動、ドキュメント召喚。どうだ敵は、敵の位置は分からんが、あばばばば、ジャンプでかわしながら頭狙え、ひどいぞ、やつは燃えてるぞ、すごく。うわー、あ、いけそう、いった、どうだ、あー倒した。なんだなんだこの表示は、どうなってんだ、まだ生きてんだこいつ、よく見ると謎の表示が、なんだこれ、どうなってんの、よけろよけろ、よけるモードか、これは。ほら、もう少しだ。狙いまくれ。ほら、グレネード。ザコ倒してどう。あら、やれたか、また毒見と。ゲージが溜まるまで、待つしかなさそうですね、これは。危ない、危ない、危ない、危ない。なんとか避けた。しかし、もう少しだ。いけいけ。よし、やったか。やった。ボルトの地図を見つけた。どれだ、まず毒味と、あ、いない。武器の変更は可能ですね。一つ目、これは青武器かな？二つ目、これはグレネード。これはシールドかな？まだ青い武器をしてる？じゃあ青武器二つにするか？そしてこれが目標のアイテム。よし、これ行ってみよう。しかしまだタイリンという敵がいるのか？でかいな。左のこいつはハンサムジャックのようにも見えますが、まあ違うでしょうね。モード切り替えが行えるのかな、これは違うかな、ないか。この武器はこのボスが使っていた武器っぽいね、見た目的にね。まずはスキルポイント割り振り、リロード速度アップ4。お、お宝部屋か、これなんだ、何か取得した。あ、新たな武器。まだ使ってないんだけど。しかし装備はできない。持ってるだけ持ってきますか、じゃあ。さて次は、戻るようですね。リリースと話す。いやー、面白いね。やっぱりボーダーランズ。ずっと遊んでしまいそうだな、これも。前方にはクエスト、二つかな。なんだこりゃ。あらら。あ、気持ち悪いな。誰か捕まってる？謎の頭。瓶詰めの頭。トゥエル。おお、この武器面白い。すごい。何か飛ばしている。結構遠くまで行きそうですね、これね。上下に揺れるだけで、忠実にまっすぐに飛びますね、これね。おれ。そしてリローディングの仕方が面白い。なんか冷やすような感じで、
シュッシュッシュってスプレーを吹きかけますね。もう一つ使ってみるか。これはなんだ、ショットガンか。これそんな感じですね。ショットガンでぶっ放していきたいが、ダメそらないな。あれタレットか。やばい、ちょ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 、俺はぶっ倒す。まずいぞ、死ぬかもしれない。おら、面白い武器で撃っていく。まあこれの面白い武器はね、せっかく拾いましたが、次の新たな武器を見つけたら早速交換するんでね。スタート地点に、ああ今作は便利ですね。どこからもファーストトラベルができる。一気に戻りましたね。ミッション完了。カルトの作り方。これはただの地図じゃ。次はなんだ、遁走。読めない。なんだこれ、でかい何かだな。任せて。パトリシア・タニシに会いに行くと。また連絡する。私はうちの船を何とかしなきゃ。エリディアン発掘現場、ここのようですね。敵はいるかな。バンジョーがあるぞ。全部ね、家がありますが、敵はいなさそうですね。いや、いそうだね。あれがあるということ。あれか？よし、あそこ撃って。爆発、爆発しない。まあ、足りなかったか。大爆発。この緑の時に攻撃当てると、ダメージを多く与えることができるとか、そういうのありましたね。スラグかな？これは違うか。あの緑色のは、ロボ系に効くんでしたっけ？まずこいつら倒そう。いっぱいあるな。グレネード投射。能力発動。今向かってる。なんだ？タニスと地図を奴らから守って。リリスが今から助けに来ると。うら、やつっていく。レベル7。これで新たな武器が装備できそうですね。あそこにいるようだが。これなんだ？人の、あ、これ、目標か。シールド。先ほど見つけた武器、装備してみるか。これだな。なんだ、近い。いきなり真横に現れるか、これ。これはただの、アサルトライフルかな。今んとこね。グレネード。近いぞ、お前。なんか、エイミングすると、ピカーって光りますね。なにこれ、眩しい。後ろから行ったいか？あれか。ピカーって。うわあ、射撃モードは変更できない。あ、飛んできた。あらてかな、グレネード投げる。うわあ、アサルトライフル。武器を変えて超射撃。当たってるかどうかわからんが撃ちまくる。うわあ、弾切れ、弾切れ早いな。ピカーッと撃っていくぞ。遠くの方でなんかいますね。ややこしいことに。死神の元へ行け。一人じゃない。味方が来た。ごめん、お待たせ。さあ一緒に残りを片付けよ。とりあえず弾薬を回収して奴を撃ち抜く。レレレレレレレ。地図でどれ？後ろに2体。こちらを開けて。後ろに行ってやるぞ。弾が横に動かれると当たりませんね。おお、バカした。あれが、あそこにいる。やつって、こちらの道。まだそこにいるか。貴様撃つ。うら、あ、まだそこにいたか。突っ込んできた。横にも行ってやるぞ。あ、ばばばウルキトス。これ新たなグレネード。なんだ、なんかもらった。まだ行ってるか、そこに。あ、やられた。今助けるぞ。大丈夫か、ボーイ。大丈夫か。ドッグミート。クリアか。新たにスキル5つ目。いろいろ組み合わせろと言われてますが。ちょっとペット変えてみますか。スパイダーアント。あら、なんか違うのが出てきた。あとはなんだ？
2匹のラックを放つスキル。これを使ってみるか。なるほど。出てきた。最初のボルトを見つけた。新たなペット。プロメティアか。マヤラックハンターのようだな。目的地はプロメティ。次はレイダースの監督区にある船に向かう。とりあえずビーグルにファーストトラベル。一瞬だ。すごいな。一瞬過ぎてびっくりした。ここはどうだ。開いてますね、道がね。侵入。普通に手がいる。そんなことないか。おっと、リリスか。あ、エリーも来てる。バイオ燃料ビーグル。新たな乗り物かな。敵を引くことで燃料にできる。過激だな。最近ちょうど洗剤でバイオ洗剤みたいなの買いましたね。キッチンに流すタイプで、目標が物を引いてバイオ燃料を集める。なるほど。早速なんかいるけど、これ普通に引けばいいんじゃないの。おら来てもらう。プシャー。早速2体バイオ燃料ゲット。虫けらも踏み潰す。おりゃ振りっていくぞ。たまるわ。あーあと、なんだなんだなんだ。空を飛んだ。ハボクシング荒ぶったな。こいつは引けない。こいつら踏み潰す。目標達成かな。これ以上いけませんね。乗り物で降りるしかないかな。よし、新たな武器で進んでいくぞ。後ろに虫がいるっぽいが、あいつか。あ、これはゆっくりとしたオートピストルですね。フロート、カチャッとリローディング。ペンペンペンって撃っていく。射撃モード変更するとセミオートになる。チェックポイント通過して、どこかの、なんだこりゃ、地下道か。え、広いなここ。ちょっとした気球の場所だが、いきなり戦闘始まった。使ってみるか能力。敵はどうだ。敵の位置がよくわからんな。遠くて能力発動。終わった。何を飛ばした。魔法撃ったぞ。魔法じゃなくて虫かな。あー、あったなんだ。やばい、近い近い近い。射撃モード変更。フロート、いいぞいいぞ。虫が狙っている。粘液を吐いて。裏切れねえぞ。これ新たな武器。これはスナピングか。ショットガンこれ。あ、どうだ、わからん。ライフル系かな。あ、いた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 。とりあえずグレネードだ。敵の位置わからんが。あそこにいるな。スコープが欲しいとこだが、現在スコープ付きの武器を持っていない。近寄るか。走って近寄る。あれ違う、あれ敵だ。これ面白いね、このリローディングが。グレネード。あ、全然当たらん。真横に一体。まず一体。あいつを狙いたいが、やってくれた。どこだ。能力発動。何が飛ばした。俺貴様撃っていく。近いぞ貴様。おお、飛んできた。飛んでかわす。うわ、撃てててて。うわ、まだおらんぞ。あまままあまあ、爆する爆する爆する。近い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 。距離取れ。チャンネルはそのまま。うわ、撃てててて。あ、だだだ、ちびっこな倒したか。グレネード、こちらから見てみるか。何かしびれてるな。うわー、ちょっと敵の攻撃が激しいが、意外と当たっていないようですね。遠いから。これはバーガーできるが、位置が分からん。とりあえず能力を使おう。当たってるようだ。
これの物資を回収しながら。お腹あるぞ。これはもう標かな。ストロナビのチップを入手した。よし、いや、そう狙う。まずいったい。おー、生かす、この武器。リローディングが超生かす。どうだ、反対が映ってるな。ちょっと当てにくいが、よし、もうちょい。やってくれ。あそこだ、撃てい。どうだ、燃えたか。跳ね返しましたね。ペットに乗る、あ、触るか、びっくりした。ペットに乗ったら面白すぎる。さて、お宝を回収して戻りましょうか。何かあればの話ですが。そうか、ジャンプボタン名越しでこれでも登れるんですね。しかし何もないかな。エネルギーがこれで OK か。新しいパーツアンロック。あ、なんだ、リリースが飛んできた。おお、ちょっと待て、どうした。リリースが、あ、ボスキャラ二人に囲まれてる。それっぽいな。まさかの、その地図ちょうだいってば。ボス対決か。ああ、リリース大丈夫か。これは中継されてるのか。こいつはなんだ、同じ精錬か、リリースと。あらら、リリースの圧倒的強いぞ。あんたも精錬。こいつも精錬。これだから何って感じだよね。おっと、リリースがまずいぞ。何か吸い取られている。殺しちゃおうかな。ああ、やめろ。おお、これなんだ、リリースの能力を奪われたのか。そんな感じのようですね。おっと、リリースはピンチだ。悪化に襲われるぞ。ああ、開けろ。どうすればいいんだ。どこ行けばいいんだ。あ、まだ生きてる。新たな武器、あ、装備できない。エレベーターでキャットウォークに行く。こちらかな。あれか。いいぞ、その息だ。あ、敵来た。この武器はショットガン。有限のもの。よし、ライフル撃っていこう。虫をやってくれる。頑張れ。アイアンサイトは、ね、やっぱりちょっと撃ちにくいですけど、見た目はいいですよね。これで倒していくな。こちら、ここにエレベーター、弾薬を回収してと。これなんかありそうだね。何もない。あらで、よし、任せろ。今あいつら排除する。敵どこだ。あっと、投げられた。大丈夫か、ナイフか。あれはかわされている。一体どうした。ショットが良い。クリアか。近い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 けど、ショットガンでぶっ殺す。もっと近い方がいいか、ショットガンなら。ナイフで叩いて撃つ。第5回収。どうだ、うっれ、ライフラッシャー。まだ来るか、グレネード。あっと、自爆した。ショットガン空中に浮いている。殴ってから撃つ。撃てない。どうだ、あれか、能力発動。失敗したか。動きを封じてやれ。動きを封じてんのか、あれは。あれが中ボスっぽいね。あーっと、食らってる。サレ発動、発射。うわ、飛んでくるな。ああ、シールドだ。爆撃が激しい。ライフを回復。ここから撃っていくぞ。俺としたくれるのか。新たな武器、これはスナイパーか。スコープはついてない。射撃モード変えるとスコープ付きになる。
で、これは何だ？エクステンドなんとか。爆発しそうな感じがしますね。こいつが使っていたから。なんだこれ。斜めエイミング。モードを変えると、どうだろうな。まあいいや。下に降りる。リローディングがなんか、グレネードのようなものを刺しますね。敵はこっちか。今行くぞ。ひどいことって。変なこと想像してしまう。おお、斜め打ち。そばから狙え。いるぞ。こいつ近いぞ、こいつ。見てるぞ。エイミングモード変更。変更したけど。まだ撃てる。セミオートモード。2体倒した。セミオートとフロート、彼だけか。さらにもう一つ。ライフルに変更。現在はセミオートモードか、これは。乗り発動。ラックは好きか。ブラックは好きだ。これで遠距離から狙っていく。あ、味方やれた。よくも私のベイビーを。今助けるぞ。学習能力にブラックが。ベイビーを助けに走る。SF 隠れていく。敵はどうだ。俺は使っていく。あそこにいるっぽいが。あなたを狙って。近い。危ない。おら、射撃。どこだ？あいつか？あなたを狙えば大ダメージだ。待てるな。あそこに爆発できるぞ。前方に一体。おら、何か飛ばす。確かにあいつは、ちょっとね、鎧が硬そうですね。弾は切れた。ここから狙っていく。なんだ、吹き飛んだ。ああ、吹き飛んで。いや、私は味方を助けるの先だ。今助けるぞ。大丈夫か、ブルードレス。そして新たな武器。こちらに交換。これも二つありますが、どっちにしようかな。アネックスド・プーシュか。名前も一億通りあるのか、これ。大丈夫か、リリス。今助けるぞ。リーダー、急がなければ。ここに、青いのがある。こちらにするか。二つあるぞ、青いのが。ダブル青にしよう、じゃあ。ボルトハンター、こっち。どっちだ？アストロナビのチップは、あなたに任せたから。どうやら助かったようですね、リリスは。ミッション完了。なんかエピックの武器を入手したっぽいね。新たな武器スロット3つ目か。やった。インベントリーアンロック。あ、2つ持ってるな、よく見るとエピック。後で使いましょう。じゃあこれかな。お、これはスラグ弾か。紫色、もしくはすごい独特な能力のある武器かな。目標はこの上のようですね。そこから船に乗れる。ボロボロ回収。おお、新たな星に行くのか。キャッチャーライド。エリーも一作目は痩せていたんでしたっけ。サンクチュアリー。サンクチュアリーに行けるの、今作も。リリース、軌道を離れる船に名前をつけないと。名前はもう決まってるでしょ、サンクチュアリー。ああ、この船の名前がサンクチュアリーって言うんだ。なるほどね。ボルトハンター来て。さて、スキルポイント割り振りとはできますが、では今回はこの辺にしましょう。また次回もね、いろんな武器を使っていきますか。